ブラッドリー・ボンティホープは、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワース出身の元プロ野球選手。高校時代は、ボスウェル高校で、テキサス州 4A 選手権を獲得。高校卒業時の1998年ドラフトで、トロントブルージェイズから47巡目指名を受けたが、入団拒否し、ルイジアナ州立大学へ進学。ルイジアナ州立大学では、 カレッジワールドシリーズで優勝を果たした。2000年のドラフトでロッキーズから11巡目指名を受けてプロ入りした。もともと一塁手種だったが、ロッキーズの主砲、トット・ヘルトンとポジションが同じなので、メジャーリーグでのプレイ機会を意識し、外野手にコンバートされた。2004年に同球団でメジャーデビュー。同年は42試合出場に止まったが、2005年には レギュラー格として試合に出場。打撃面では打率。2622 9本塁打とまずまずの数字を残し、守備面でも目覚ましい活躍を見せた。2006年は完全にライトのレギュラーに定着。22本塁打を放ち、パワーを証明した。さらに、守備面ではその能力を遺憾なく発揮。リーグ2位、右翼手ではメジャー最多の16捕殺を記録。 近い将来のゴールドグラブ賞獲得を予感させた。2007年には本類打、打点を大きく伸ばし、自身初となる100打点をマークした。2010年8月26日に放出された。2010年8月27日にタンパベーレーズと契約。11月1日に FA となった。2011年1月3日にサンディエゴパドレスと契約。 10月31日に FA となった。2012年1月20日にテキサスレンジャーズと契約。3月30日に放出されるも4月6日に再契約。6月19日に再び放出された。2013年1月17日にピッツバーグパイレーツと契約。開幕前の3月23日に放出された。 5月23日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結び、6月8日にメジャーへ昇格したが、8月4日に解雇された。パワフルな打撃が魅力の外野手。じっくりボールを見る。打撃スタイルのため三振こそ多いものの、選球眼は良い。ありがとうございます。